キツアーノ・ベチェッリオの1515 15年頃の絵画、フローラ。ウフィツ美術館所蔵。パルマ・イルベッキオの1523年頃から1524年頃の絵画、ヴィーナスとキューピッド。フィッツ・ウィリアム美術館所蔵。ウィレム・ドロステ、ブロケード・ガウンに身を包んだ女性。ウォレス・コレクション所蔵。 ブロンドの女性は、イタリアルネサンス期のベネツヤ派の画家パルマイル・ベッキオが1520年頃に制作した絵画である。ユサイ。画家の代表作である、本作品は16世紀初頭のベネツヤで描かれた典型的な半身の女性像であり、キツヤーノ・ベチェッリオの強い影響が伺える。おそらく、クルチザンを描いたものと考えられるが、ローマ神話の花と春の女神フローラを描いたと、 解釈されることもある。ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されているが、2020年5月現在では展示はされていない。淡いブロンドの長髪と完璧なアラバスターの肌によって表現された、ふくよかな女性は、右手に花束を持ち、控えめだが喜びを含んだ流し目で鑑賞者を見つめている。 彼女が白いリネンのシュミーズの青いリボンをほどいた結果、シュミーズは肩から滑り落ちて彼女の胸があらわとなり、その曲線は青いリボンによって強調され、シュミーズと肩の周りに優雅にまとったマントが高級感と美しさを演出している。右手の花束には野草の金峰毛、桜草、忘れなぐさが用いられている。花束の色は 絵画の中で用いられている色彩を反映しており、金峰毛の黄色は彼女のブロンドの長髪、指輪や手首のチェーンブレスレットといった宝飾の金色を、葉の緑色はマントー、桜草のピンク色は彼女のあらわになった乳首を、忘れなぐさの青はシュミーズのリボンを反映しており、それぞれの色彩を彼女の手のひらの中に植物の形で拾い集めている。この花束は女性が 春の女神フローラであることを暗示しているかもしれない。ブロンドの女性は16世紀初頭のベネツィアで描かれた典型的な女性画ではあるが、ウフィチ美術館に所蔵されているキツヤーノの有名な絵画フローラのパターンを明らかに反復している。両作品の間には女性のポーズや手にした花束、露出した胸など多くの共通点があり、キツヤーノの作品と比べて感能性が より強化されている。ただし、当時のイタリアでは、女神フローラの名前は、クルチザンヌを指す言葉でもあり、ベネツィアでは同様の若く美しい女性の絵画は、美術コレクターだけでなく裕福なクルチザンヌからも、注文があった。成功したクルチザンヌにとってこうした絵画は、堅実な投資である反面、自身の美しさを記録する手段でもあった。おそらく、 花束に用いられている花の選択も象徴的な意味がある。金峰毛は女性の持つ魅力を象徴し、忘れなぐさは絵画を見る者に自分のことを忘れずにいることを求め、桜草は恋愛と関連してあなたなしでは生きられないことを意味している。画家はケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館に所蔵されているビーナスとキューピッドにおいて、 本作品と同じモデルを用いたと考えられている。どちらの絵画に描かれた女性像も顎にくぼみがあり、よく似た顔の特徴を備えている。画面は鑑賞者の視線が彼女の目から彼女のちぶさ、花束へと案に示された対角線に沿って誘導される構成となっており、さらに背後の暗い背景に対して鮮やかな草色や乳白色、 淡い金色を配置することで絵画の感能性と華やかさを強めている。このようにパルマイル・ベッキョは意図的に女性の感能的な魅力を鑑賞者の感覚に訴えかける形で描いている。これにより鑑賞者は女性のシュミーズの涼やかさや彼女のふんわりした髪の柔らかさ、また彼女の肉体の温かい広がりの中に新鮮な花の香りを感じ取ることができる。 本作品の来歴の大部分は不明である。最初の確実な記録はクリスティーズで販売された1870年である。この時絵画はパリス・ボルドーネの作品と考えられていた。その後、1889年にイギリスの科学者、実業家であり、美術コレクターでもあったルード・イッヒ・モンドに売却された。モンドは1909年に死去し、 本作品を含む彼の40を超えるコレクションは、モンドの妻フリーダが死去した、翌年の1924年にナショナルギャラリーに移蔵された。ベネツィア派の絵画は、バロック期のオランダではよく知られていた。巨匠レンブラント・ファンレインの弟子として知られるウィレム、ドロステの1654年頃の作品、ブロケードガウンに身を包んだ女性、あるいは近年発見された、 フローラにティツヤーノと並んで本作品の明確な反応が確認できる。パルマイルベッキオが描いたベネツヤ絵画の典型的な女性の半身像には以下のような作品が知られている。ありがとうございます。